青森県立青森と山高等学校は、青森県青森潮技と山技安原に所在した公立の高等学校。建物は現在、青森県立青森商業高等学校の新校舎として利用されている。豪気 H 親愛心理と正義を愛し、心身ともに健康で、国家及び社会の進展に寄与する個性豊かな人材を養成する学習面では、 学校設置以来、添削指導を行っている。生徒の負担は重いが、学習能力の向上に役立っているとされる。校風は、添削指導に代表されるように、厳しい指導が行われ、結果として、生徒の学力向上、落ちこぼれのない指導など、進学実績を伸ばす要因となっている。なお、この、添削指導は、伝統的に数学を中心に行われている。 他の教科に関しては、継続的に実施されているとは言えない。進学を重視する観点から、修学旅行は行わない慣例となっていたが、21回生からは、研修旅行と称し、普通科は、国内、美術科は、パリに行き、美術館や歴史的建造物等を見学している。大学、短大含め、進学率は70%程度である。国公立は、 弘前大学、青森県立保健大学、青森公立大学、岩手大学、北海道教育大学などが主な進学先である。私立大学では、東北学院大学、東北芸術工科大学、弘前学院大学が主な進学先である。ここ数年は、学年在籍数の20から25%ほどが、専門学校、就職、 その他を震度とするようになってきた。就職者は6%程度である。青森富山高校校舎現在のように周辺の開発が進む以前の冬の青森富山高校は猛吹雪に遭うことがしばしばで、この猛吹雪を生徒たちは富山ブリザードと呼んだ。猛吹雪の中通学する富山高生の姿は雪中行軍を思わせる過酷なものであった。 同様の存在に南高ブリザードが存在する。前述のように周辺の開発が進んだことや時の移り変わりもあり、現在、富山ブリザードという故障を知っている者は少ない。2003年に開設された美術科は青森県内唯一の学科で、北東北でも珍しい。県内でも美術、コースの設置はあるが、科は初めてで、 総合的にかつ専門的に美術を学ぼうとする生徒に向いている。2学年からは4つの専攻副専攻を選択させて専門性を高めている。新設学科にもかかわらず、毎年のように国公立大学にも数名の合格者を出すなど、検討している。また、各種コンテストにも出品、出場し、高い評価を得ている。三遊亭かぐら本名。 神広光さん改正ありがとうございます。